まあ、ニュージーランドには僕は何回も行ってまして、まあ、そこでのその農業スタイルというか、まあ非常にその自然環境も含めて、大好きになって、まあ、そこの影響っていうのも、まあ、ワイナリーにこうやはり越智さんの出会いはもちろんですけど、なんかこうああいうスタイルっていうものを憧れたものがやっぱり下地としてあったんですね。まあ、ちょうど南半球正反対なんですけど、まあ、雪はそんなに降らないんですけども、一部ですけど、でも非常にその、まあ、寒暖の差が、日中は、ね、真夏日になるような温度が上がっても夜は逆にセーターを着なきゃならないっていう極端な話ですけどね。基本的には酪農の、まあ、羊が有名ですけど、そちらの方が盛んなんですけども、まあ、一時は、キウイフルーツ、まあ、日本でも随分輸入されたと思うんですけど、いやキウイフルーツから始まって、その後が、いやいやニュージーランドはワインに適してるんだっていうことで、今はもうものすごい勢いで増えてますね。土壌ももちろんですけども、水はけが一番ですか、ブドウは。まあ、品種によってこう粘土質がいいとか砂地がいいとかっていうのがあるようですけど、まずは基本的には、水はけ、これが一番ですね。まあ、僕はこう単品で作ってきましたから、まあ、そのブドウの品種の特徴をいかに出せるかっていうか、まあ、それぞれの味わいの違いを出していけたらいいなっていうふうには、まあ、常日頃思ってますから。